今日はこの間ももう一回作ったことがあるんですけども、ケーソカーカね、カーテージチーズ使ったケーキがとっても美味しかったので、もう一回作ろうと思います。小麦粉は混ぜませんでした。今回は何？このトウモロコシね、トウモロコシの粉、トウモロコシの粉ね、コーンパウダー、それとアーモンドの粉。あ、これリースミオールって書いてあった。あれ？間違えちゃった。ちょっと待ってね。砂糖と卵を入れました。混ぜます。カッテージチーズ入れました。これを混ぜて、そしてこの粉2種類ね、これも混ぜます。簡単よ、ただ混ぜるだけ。これを混ぜて、それから牛乳が2.5デシリットルね。1.2.5ね。混ぜる。で、ハレえブローバシトルキャでブローバー。よく見たらレーズンがなかったので残念でした。いつも何か問題がありますよね。レーズン入れないでこのままリンゴの上に種をかけますよ。かけて、そしてこれね、はい、そして175度のオーブンで40分焼きます。175度ね、のオーブンで40分。はい、じゃあまた後で。できましたよ、ケーソカーキャ。すごく美味しそうな色でしょう。これを今日のお昼に食べていこうと思います。こっちにサラダも作りました。人参と、それからサラダ2種類ね。そしてきゅうりと赤じそ乗せてます。食べましょう。
そう。うん。Vill du ha någonting att att lägga på? Äpple, mos eller vad är det? Mm. Eh? Lingon. Ska jag hämta lingon? Lingonsylt. Ja. Vad har sylt? Lingonsylt. Ska jag hämta det? Ja, det. Mm. Ach, ach, ach. Oj, ach. Ah, ach. Vänta, jag ska hämta lingonsylt också. おいしそうだな。いただきます。いただきます。よし、おいしい、おいしい。リッテルレースではlöst. Ja. Mm. Men det är jättebra. Det går bra. これがリンゴンとブルーベリーのジャムです。これをのせますよ。もう一つ。はい。そしたらもう一回おかわりするんだわ。ね。二回目です。取っちゃうかな。まだ綺麗。お花嬉しい、こんなにたくさんあって。